今週のセレチューブはセレッソ一筋15年レヴィ・クルピ新監督を熟知している藤本浩太さんとセレッソ大阪取材歴13年目の小田記者による座談会後編。3枚にしたり5枚にしたりっていう可能性も本人的にはやっぱ2点は渡りないっておっしゃってたんで、やたら清がゴール向かってんなと思って清にチラッと聞いた時に、はい、まあ、そんな中でもう一つ僕がちょっと注目なのが、まあ、こう進藤選手もね今日札幌から来たじゃないですか。でも彼って僕の印象の中ではもう3枚の右の印象しかなくて、例えばミシャさんの根元でもガンガンこう前に出ていくっていう得点力もあるし、そうなった場合もしかしたら3バックもオプションにはあるのかなっていう。そうですよね、前のレビーの感じで話してるんですけど、変な話3枚にしたり5枚にしたりっていう可能性もね、なきにしもっていう感じはあると思うんで、9年なんかも3バックやってましたね。そうですね、3バックでやってて、あの時結構変則でやってたりしましたからね、うん、僕アンカー入ったりとか。あ、そうですよね、そうなんですよ、4-3-3で藤本選手がアンカー、そうなんです、僕アンカーだけど実は結構スルッと後ろ下がってるっていう、はい、3バック気味にやるみたいな感じだったりもしてたんで、そう考えると本当にこう代名詞みたいな、こう、まあ、例えばミシャさんの 3-4-2-1 みたいな代名詞はないけど、選手のこう特徴、状況に応じて、いや本当そうだと思いますよ、割とのシステムってね、はい、変わってくるんですね、ですね、はい、楽しみでしかないな、楽しみですね。まあでも多分基本的に4枚は、4枚で4-4-2とかね、ベースは多分、ね、はい、最初はそれでいくと思うんですけどね、まあ、そうですね、硬く、はい、まあ、去年のね、はい、あれもありますし、まあ、こんな感じで始まって、まあ、だから前線の形をどうするかですよね。そうですね、そこですよね。ここがまあ西川選手抜擢してこう、ね、ワントップツーシャドウ気味になる、あ、トップ下置くのか、うん、まあ、もしくは、まあ、2人をね、企業、ね、まあ、が中入ってダメだとか、年でやるのかとか、こうなるとまあボランチも本当にもう横一線というかね。そうですね、ここも本当に競争が激しいですよね、うん、ボランチ激戦区だなって思う。ボランチね、激戦区ですよね。荒川選手はもちろんね、目玉ですしね、まあ、2人も前もできるって考えたら、奥夫とかも前に序列もあるんで、うん、ですね、まあ、だって多分力も多分真ん中できたり、うん、変な話するかもしれないですからね。そうですよね、前はもうポジションになってないような感じですよね、だから本当に、まあ、そんな中でやっぱりこう石川選手なんかが今年ね、ぐっと伸びてきたらちょっと楽しいんじゃないかな。めちゃくちゃ面白いですし、チーム力としてはもう絶対プラスになると。まあ、彼生かすんならもうサイドより真ん中ですかね、になるんですかね、その方がいいのかもしれないですね。去年までいた選手の中でこう今年よりこう藤本さんが飛躍というかこう期待する選手、注目の選手っていうのはいますか。誰選ぼうかな。いや、もういっぱいいるんで、もう全員言っていいですかね。そう、一人一人じゃない、こう、いや、もちろん、じゃあ、後ろから歩むオリンピックもね、ありますね、去年、まあ、個人新人賞で2冠ですからね。だからもういろんな意味で責任感ももちろん持ってやってるとは思うんですけど、より持ってチームをね、後ろから引っ張っていかないといけないと思いますし、この同じセンターバックから見てこう彼のこうやっぱり良さっていう部分、まあ、2年目でね、1年目からもう出て、2年目も去年も、まあ、藤本さんもね、1年目から出てましたけどね。いやいやいや、僕なんかに全然もう持ってるポテンシャルみたいなのも全然違いますし、足元も上手いですし、対人も、まあ、空中戦も強いですし、競り合いだったり、まあ、そういったところに今年、去年か、まあ、よりね、力強さっていうのが出てきてたんで、まあ、そういった意味でもまだまだでもね、あの伸びるっていうか、そのチームを後ろからこう引っ張るっていう責任感が出てくれば、もっともっと成長すると思いますし、そういった意味でめちゃくちゃ期待してますけどね。なるほど、一押し、藤本さんの今年の一押し。坂本選手なんかはね、去年は活躍しましたけど、本人的にはやっぱ2点は物足りないってことをおっしゃってたんで、うん、だからこのね、レビーのサッカーでどこまで得点に特化できるというか、より多くチャンスメイクできるのかとか、僕の思う感じなんですけど、レビーとかってシュートに関してはうるさいところもあるんで、そうですね、そこは本当に攻撃の選手にはね、はい、突っ張っていますね、言いますんで、まあ、だからよりシュートの意識だったりっていうのが増えればね、あると思いますし、まあ、起用に関してもね、去年ね、その
シーズンハイぐらいの得点取ってそうですね、キャリアハイの8得点、8アシスト、うん、キヨだから去年最初の方に見てた時にやたらキヨがゴール向かってんなと思ってキヨにチラッと聞いた時に、はい、まさ今年結構ゴール向かってるよねって若干聞いたんですよ、はいはいはい、分かるみたいな感じでやっぱ言ったらやっぱシーズンでやっぱこうやって結果出してたんで、まあ、そういった意味でタツもねそうやって意識持ってやればね、あの能力はあるんで、そうですね、まあ、順にも言えることなんですけどね、本当ですね、はい、この辺りの2人がね、どうさらに ね、得点をしたら、タガートもより生きてくる、生きてくる、なるほど、まあ、それをね、後ろで、あの当時のね、森山さんとか藤本さんのように、そう大変なシーンが増えるかもしれないそうなんですよ。だからまあ、ね、僕らはどっちかっていうと、不器用やったんで、うんまあ、そのやり方しかできなかったですけど、うん、まあ、ね、もしかしたらそれを凌駕することができるかもしれないです。それ以外のやり方もあると思うんで、だ周りをうまく使えるようになるとよりいい選手になってきますよね。例えば森さんなんかもね、すごくコーチングで周り動かしてましたね。そうですね、まあ本当ディフェンスラインだけじゃなくてもう周り全体ボランチシャドウだったり全部言ってやってたんで、その下げるタイミングだったりとか、はい、このタイミングはこのぐらいのスピードで下げるんだとかめちゃくちゃ見て勉強だったから、やっぱそういった意味ではやっぱそういうふうにもっともっとね、こう勉強というかね、経験して引っ張ってくれたらものすごく楽しみだなと思いますよね。でも瀬古選手はこうユースの頃は藤本選手を見てたっておっしゃってましたけど、ね、うんうん、なんで俺なんやろいやけどまあでもそうやってあの見てこうやって一人でも、ね、出てきてくれたっていうのは嬉しいですし、まあ、だからこれからはもう歩がそういう存在にならないといけないですからね。そうですよね、はい、楽しみですね、やっぱ一言言ってね。いやもう楽しみでしかないですね、うん、どういうね、ポジションに誰が配置されるのか、ね、あとはだからしっかり、まあ、スタートから、うんうん、まあ、うまくこうスタートダッシュできるようにやっていってくれればいいなと思いますけどね。そうですね、最初ちょっとこう試行錯誤するような、ね、時もあった、はい、あったじゃないですか、まあ、誰がねハマるのかみたいな、 その辺は、まあ、なるべく早いうちに、はい、短くしてもらって早い段階でこうガチッともうそうですね、はい、形を作れればいいのかなと思いますし、まあ、でもそれができるから、うん、やっぱ4回切れるんだと思いますし、なんだかんだ本当に形にね常に毎年なって終わってますしね。まあ、全くだってレビーのこと知らない選手がね、うん、いないわけじゃないんで、やり方だったりっていうのは、ね、キヨだったり丸だったりね、まあ、ジンヒョンもそうですもんね、うん、そうですね、はい、3人はねもうそうですねやってるんで、うん、まあ、その辺がうまく伝えながらやってくれると思いますよ。ボランチもね、こう賢い選手たちばっかりです、ね、うん、そうですね、なおに関してもしっかりしてますしね、うん、まあ、あとはこの辺りの若手に温泉部暴れてくれと、そうですね、うん、勢い出してくれと、勢い出してくれと、はい、ありがとうございますもう一つこう楽しみなのが、まあ、スタジアムがついに、ね、完成というか、まあ、完成というかリニューアルというところで、まあ、僕も内覧会だったりで入ってるんですけど、まあいいスタジアムですよ、多分期待してもらって全然いいと思いますし、まあ、その中でプレーする選手っていうのもすごくやっぱ楽しみにしてると思いますし、モチベーションだったりっていうのもすごい上がってると思うんで、いやもう楽しみですね、これはね、ですね、はい、楽しみしかない、楽しみしかないです。その距離がね、こうスタジアムとそのピッチの間が本当にもう数メートルっていうのはプレーしててこうどうなんですかっていう、いやでもやっぱなんですかね、ダイレクトに歓声も聞こえたりやりがいをすごく感じると思いますし、セレッソのサポーターの方々たちがね、あのより近くで後押ししてくれるっていう意味では ものすごく力になると思います。確かにね、緊張スタジアム、まあ、以前のね、まあ、緊張スタジアムという名前だった時も本当に勝率高かったですからね。そうですね、まあ、その辺はこう後押しって、まあ、感じるものですか。感じますし、自分たちで、ね、こう作り上げていくっていう部分もありますし、うん、まあ、だからそういった意味ではもうどんなスタジアムにこう、ね、なっていくのかという意味でも楽しみだなと思います。まあ、こうあえてこのオフの、ね、動き見ながらこのチームちょっと手強そうだなっていうチームってありますか。やっぱ名古屋とか。名古屋ね、まあ、名古屋ちょっと補強エグいですね。補強エグいですね、まあ、ここで言うのもなんですけど2人言ってますからですよね、まあ、彼らも含めて ね、まあ、ですね、即戦力がもう、まあ、どっちかって言ったらね、去年のうちと似たように守備的なチームだと思うんですけど、しっかりしながらですよね、まあ、で新しく多分
まあ、取ってる選手が攻撃的な選手ばっかりなんで、そこをね、それがどう化学反応を起こすのかって怖い部分ではありますよね、やっぱり。そうですね、そこがね、増していけばちょっと名古屋強力だなっていう印象ありますし、ね、けどまあでも優勝するにはもうそういったチームも全部倒さないとできないですからね、まあ、そうですね、はい、確かに、まあ、目標としてはやっぱりこう今年もね、まあ、アンバサダーの立場としてですけど、まあ、やっぱりタイトルは欲しいっていう部分もありますか？そうですね、タイトルはもちろん欲しいですし、まあ、リーグですよね、取ってないですし、で ACL のチャンスもあるんでね、うん、まあ今はね、その J リーグチームが優勝してるね、あのまたこともありますし、まあ決してね狙えないところじゃないと思うんで、まあそういったところも、まあ、よりシビアな戦いにはなってくると思うんですけど、まあそういったことも、はい、乗り越えていけばクラブとしても大きくなってくるのかなと思いますよね。まあレビィさんもね、こうもう一歩っていうシーズンがね、まあ何度かあって、そういう意味ではね、強い気持ち持ってまた来られるのかなって気もしますしね。そうですね。まあ、今日はあの藤本アンバサダーをお迎えして、まあ、いろんな話をお伺いして、まあ、より一層今季に対する、ね、期待が高まったと思います。まあ、今回のセレチューブでは、まあ、どこよりも早いセレッソ大阪2021シーズン大予想座談会としまして、まあ、藤本さんをお迎えしてお送りしました。まあ、最後にこう藤本さんからサポーターへ、ね、挨拶一言ください。はい、ありがとうございました。まずは、まあ昨年1年、まあ、コロナという、ね、大きな障害がありましたけど、それをものともしないような、応援をしていただいて本当にありがとうございます。まあ、今年は、ね、まあ、レヴィ新監督を迎えてまた新しいシーズンを迎えることになるんですけど、今年は ACL もありますし、まあ、昨年以上の結果っていうのを目指して、まあ、新スタジアムもできますんで、まあ、昨年、まあ、どこまでね、応援がこのキャパみたいなのが入れるかっていうのはまだちょっと分かんないんですけど、まあ、ぜひね、新スタジアムだったりに足運んでもらって、選手の、後押しを、まあ、熱い声援だったりっていうのを本当にお願いします。そして、セレッソ大阪を、いつまでも応援してください。よろしくお願いします。藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。セレチューブは毎週火曜夜9時配信。チャンネル登録よろしくお願いします。